お酒で記憶を飛ばすことが多いです。お二人はお酒の失敗談とかありますか？あと関係ないんですが、トリンドルさん、浮気されたことありますか？でも酒強いんだったら、多分記憶は消えない感じですか？そうですね。だから消えたのも1回ぐらいですかね。あんまり覚えてない。1回。1回ぐらいですね。それはどれぐらい飲んだんですか？その時は、どれぐらい飲んだってよりも空腹で飲んだんですよね。ああ、じゃあ悪酔いしちゃった的な。で、そうです、そうです。で、あれでしたね。そうなんですよ。なんかやらかしたわけではなく、単に記憶がないだけ。やらかしたわけではなく、でもその時何人かで飲んでて、その、まあ、つこあれなんですけど、その友達、あんまりその友達というか、まあ、知り合いの子、何人かで飲んでて、私がその、そんなにそういうあれないんですけど、私あなたのことあんまり好きじゃないかもって言ってたらしいです、女の子に。本音じゃないですか、それ。酒飲んで。それ、どうやってフォローしたんですか？だからフォローしてないですよね、こっちはもう覚えてないので。まあ覚えてないから知らないと。でも多分、本音でもそう思ってるわけですよね。どうなんですかね。どうなんだろう。もうでも、どちらかというと本当に何も思わないに近いんですけど。あ、どうでもいいと思ってた。最悪。そう、ちょっと失敗談ですね。僕、救急車に2回乗ってますね、急性アル中で。ああ、そんなにお酒強くないんで。その、高校生の時にみんなで飲み会やって、で、飲み物余るじゃないですか。で、もったいないから、30人ぐらいでやった飲み会で余った酒全部飲んだんですよね。そしたらもう記憶がなくなって、急性アル中で気がついたら病院みたいなパターン。へえ。